片思いしたあの子に告って振られたよ。一世一代のラブレター、読まれもせずに破られた関係性もひび割れた、気づいえぬまま日が暮れた。お前が好きだったあの子の彼氏、聞いたところによるとサッカー部のキャプテンでイケメンで文武両道、偏差値も身長もお前より20も高いらしいよ。こりゃもうお手上げだね。愁傷SUMMER、この旅はマジ愁傷SUMMER。 いやひどい目にあったもんだよ、ずっと目で追ってたもんね、超激マブな彼女。実は付き合っても4年になんだって。4年、そんな前か。さすがに普通気づくだろう、マジ鈍感すぎるぞ。そんな枕よ、元気出せよ。愁傷SUMMER、 愁傷SUMMER、 愁傷SUMMER。